大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。またこの時間でございますね。はい前回の動画見ていただいた方は分かると思いますけど、逃げ損ねたいやでもみんなが助かったから俺はそれでいい。そんなスタイルで言っていく。これ例えば全員がさ逃げ切った方がポイント高かったりするんですか？それとも逃げ切った人が一番ポイントが高い？まあそうじゃないね。なんかやった助けた回数が多いとかでポイントが高いのはなんとなく想像つくけどね、いまいちピンとこないね。ということで今からマッチング待ちの状態、またねみんなと遊んでいきたいと思います。4対1やね。はい、ということで次のシーンはきっと始まったゲームの画面と思います。ということでマッチング始まりました。身内 VS キラーさんですね。身内もねみんな初心者みたいなもんなんでよく死ぬメンバーばっかりですけど、よろしくお願いします。さあどんなキラーなんでしょうか。とりあえずねレベルがねどんどん上がってんの。俺腕によらずレベル上がってるからちょっと怖いよね。モーリョどっか、ああいるね目の前。ああギャー言うてる、ギャー言うてる。なんか見たことねえキラーやなこいつ。俺初めてだよ。とりあえず走ろう走ろう。近いね近いね。完全俺狙われてるね。足足足何なんだろう。グワシしてきたよ。ずーっと俺をかけられちゃう。近いね。ずーっと俺なんかな。あ目の前おるね。前おるね。いいよね。あー走れー。あー走れー。あんま走るとね足跡が残るからね、こう走らない方がいいのかもしれないけどさ。もう見つかってっからね。まあまあ俺が走る間にみんながきっと発電機直してくれるでしょう。めっちゃ俺追っかけられるよ。ああまた食わされた、また食わされた。このグワシ一体何なんだ。よいしょ。おおチェーンソーチェーンソー。うわーグワシグワシ。ずっと俺なんやけど。いいねー。うわーグワシグワシ。なんか向こうでうわーなっとるよ。誰あれ。うわー赤いところ赤いところ。めっちゃつけめっちゃつけ。うわー怖い怖い怖い。うわー言うてるうわー言うてる。俺走り続ける走る走る。俺だけ相手俺だけ。またグワシされよ。これ何なんこのグワシ。グワシかなんか知らんけど。わあ走れ走れ。なんで俺他の人に合わねえんだろう他の人に合わねえやつ一体何なんだろう。ようこいつねえ俺わあ危ない危ない。ひえすごいねね、この人しつこいっすよ。嫌われますね、しつこい男は。いてー。まあなんとかここまで頑張ったわ。あこれなんかあれっぽくない。どこかついてんの。めっちゃ笑顔やけど。頑張ったね。頑張ったと思うよ頑張ったと思うよ。刺さってたけどとこみんなどこ。あ結構なとこにおったやね、みんな。さあこの人どうするんだろう。俺を助け、俺何もしてないけど、とりあえず1個でも、ああ1個1個成功した1個成功した。ナイスー。俺が走ってるから かもしれんけど時間稼ぎになったようだ。少しは役に立った。あのグワシ何なんだろう。これ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 。うわー言うてる。一体何なん。恐ろしいんやけど。あれでどっか分かるんだな、もしかして。一回切られた後ってさ、なんか結婚前も来るらしいね。それも全然知らんかったけどね。あ、ありがとうありがとう。助かったー。Thank you。お、正気を取り戻す。なんこれ。あ、近いよ近いよみんな。危ないよ危ないよ。あ。お。お。どこだい。ああ。なんかでもなんだい。目の前現れたよ怖いおじさん。怖いおじさんおるで。とりあえず今俺切られてから足が痛い状態やけど、これなんか危険やねこの人。あごめん、こんなの入ってくる。うわー言ってくる。こんなの入っとこ。どうもこんばんは。中に入った方がいいかな。中に入ってはい何の役も立っとらんけどこれ。ああ来た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 。
開けます？そこ開けるんですか？よかったと思ったら開けるんですか？いやなんだバレてんじゃんやっぱ結婚があるとバレるようで、あ、しかも一番俺消えたとこでおらん、ここ、あいけー、ここ一番大きいんじゃねえか、うん、あ、もうこれあかん、あかん、誰も助けこれましのにもおるわ、頑張れみんな頑張れ、とりあえずあと 2,3 個あのゲート発電機開ければゲートはなんとかなると思うよ、みんな頑張れんや、やっぱね傷が入っとくとね結構ね残るんでしょうね、あと走り回っとったしな、めっちゃいい笑顔やな、でもな毎回毎回やけど必ず死ぬとこから始まるね俺の動画このおっさんは何やったっけ、なんかパークをね一つ変えたんですわ、俺一つパーク変えたんですけどね、よくいまいちよく分かっとらん、うわーのりゃー、うわーだですね、グワシが一番痛かったね、これこれ、グワシ、あー仲間たちが、仲間たちが切られていく、そして俺は役立たず何もせず死んでいく、ごめんよー、さらばだー